モハメド・サリス・アブドゥル・カリームは、ガーナグレーター・アクラ州・アクラ出身のプロサッカー選手。イングランド・プレミアリーグのサウス・アンプトン FC に、所属している。ポジションは DF。2017年に、スペインに渡り、レアル・バラドリードのカンテラに入団。翌2018年に B チームに昇格し、1月28日の、セイグンダ・ディビシオン B のコルーショー FC 戦で、プロデビュー。 3月1日に2012年までの契約に合意。4月29日のラシンフェロル戦でプロ初ゴールを決めた。2018時7月16日にトップチームに昇格したことが発表。2019年1月14日のコパレルレイのヘタフェ CF 戦でトップチームデビュー。5月22日には2022年までの1年間の延長契約を結んだ。 ラリーが2019から20シーズン開幕戦となった2019年8月19日のレアルベティス戦でリーガー初出場。敵地エスタディオベニートビジャマディンで2から1の勝利に貢献し、現地の有力島ーけのベストイレブンに選出された。2020年8月12日、サウサンプトン FC と4年契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。